ソルボンヌ本館のチャペルソルボンヌ大学はフランスパリの公立研究大学。2018年にパリ第4大学とピエール・エマリー・キュリーパリ第6大学及び小規模な機関が合併統合して創立された。ロベールド・ソルボンによるコレージュ・ド・ソルボンヌとそのロゴの日付1257の創設を指す大学初期遺産の一部及びヨーロッパと世界で 最も権威のある大学の一つ。ソルボンヌ大学の卒業生と教授は33のノーベル賞、6名のフィールズ賞、1名のチューリング賞受賞者を輩出している。人文科学部が最も古い。歴史、地理、言語、音楽学、哲学はこの学部に属する。ソルボンヌ大学理工学部はフランスの主要な研究機関の一つで、 パリ大学理学部を前身とする。ソルボンヌ大学には125以上の研究室があり、そのほとんどが国立科学研究センターと提携している。代表的な研究所、研究室には、アンリポアンカレ研究所、パリ天体物理学研究所、リップロクロボット工学、システム知能研究所、樹種数学研究所、カストレルブロッセル研究室などが挙げられる。医学部は、 サルペトリエール病院とセイアントワーヌ病院、二つの大学病院にある、ラソルボンヌ大学監督書館、ソルボンヌ大学の卒業式、2011年5月、ありがとうございます。